ねえ、起きて。起きてってば。ようこそ安西こころさん、お待ちしてました。お城、おめでとう。君たちは選ばれし七人だ。どんな願いでも一つだけ叶えてやろう。願いが叶うって何？狼様と呼べ。なんで俺たちなのかな。一つだけ叶えたい願いがある。叶えたい願いがあるならば、この城のどこかにある鍵を探し出してもらわねばならない。一つだけみんなで約束しないか。たとえ鍵を見つけたとしても、それは3月の末まで使わない。そうね、ここなくなるの嫌だし。お城好きだから。うん。ただ一つ言い忘れていたことがあった。え？鍵を見つけ出し、願いを叶えた時点で、お前たちはここでの記憶を一切失う。それって…あなたの幸せの中…あのさ、ここにいるみんな学校行ってないんだよね。バッカみたい。俺たち、もしかして助け合えるんじゃねえのかな。よく耐えたよ、心。心ちゃんは毎日戦ってるでしょ。この城で心やみんなと出会えたこと、きっと意味があると思うんだ。どちらを選ぶかはお前たち次第だ。どうして、どうして、どうして。大丈夫だから。一人じゃないよ、心。心、心ちゃん。みんな、みんな、私たちは会えるよ。助け合える。宝